はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やっとですね。さあ、やってまいりました。今回はですね、アイブさんたちから、キッチュですね。こちらのミュージックビデオ見ていきたいと思います。収録ボタンをファイということで、キッチュという言葉の意味、調べたらドイツ語みたいでございまして、ちょっとこう、賑やかなとか、ゴテゴテしたみたいな、ちょっとその雰囲気があるらしいです。ということで、今回もうすでにちょっと画角からして、横長なので、ミュージックビデオの例えば監督さんだったりとか、制作もちょっとまた変わって、すごい雰囲気になってるんじゃないかなって、ティザーで結構やばかったので見ていきたいと思います。行ってみましょう。レッツラーゴーツ。なんかちょっと始まりがあれだったかしら。もう一回行きましょうか。レッツラーゴーツ。It's our time. Holding the law. To put and get your love. What a good time. なんじゃそら。強い。おー。うわ。曲やば。めっちゃおしゃれだし、かっこいいし、今までやってきた、ロイヤルな雰囲気ですよね。を、ついに少しこう崩して、で、崩す方向性もまた素晴らしいというか、あくまでも、すごく品のいい、ちょっとこう、悪さというか、上品さがやっぱり、これはメンバーの方たちからにじみ出る、品性だと思うんですけれども、ちょっとこう悪い表情をしてるんだけれども、どこかにやっぱそういう高貴な部分があるというか。レイちゃんすごいわね。てかまあちょっと待って、もう一回見ていきましょうか。歌詞もつけながら。
この始まりのモニョンちゃん。It's our time. Time. 歌い方素晴らしい。It's our time. Putting the law to put and get you. Oh, what a good time. はあ、モニョンちゃんって声素晴らしい。すごい器用だよ。素晴らしい。あなたが送ってきた DM よ。わお、強い。リズちゃん。なんかなんだっけな、ツイッターで見たのはリズちゃん、あのすごいあのイケてる一軍女子の中でもあの唯一あの陰キャとも仲良くしてくれそうなのはリズちゃんみたいな話がなんかありましたかね。確かにって思いましたって。緩やかさとサビのギャップがすごいですね。リソちゃん、はあ、かっこよ。めちゃくちゃすごいですね、レイちゃん。なんかもう ガールちゃんは結構椅子に座るというか、こういうちょっと豪華なところにこうやって座ってるイメージが前作前々作とかでもありますかね。90s kids。結構こっち系ですよね、オラオラ系というか。おほほ、レイちゃん。そっか、でもレイちゃん確かにラッパーさんだからオラオラ系というかダークな雰囲気めちゃくちゃ得意というか。You are so weird, don't change. おお、かっこいい。わあ。That's my style.だからトレンドは私たちのものよっていう感じですかね。このガールちゃんの私が踊るダンスをみんな真似してるのとかもそうですけど、自分たちアイブというそのブランドというものをなんかこうかっこよく改めて、今までその気づいてきた多分トレンドとかもあると思うんですけど、そこをじゃあ次どういう風に世の中にメッセージとして発信していくかっていうところの表現方法として、こういう世界観で歌をこう使っていくっていうか歌っていくというか、イケてますね。そう考えるとめちゃくちゃ毎日あなたのアリゴリズムに私が出てくる。だからもうこれ SNS のおすすめとかにもアイブちゃんたちが常に出てくるよねっていう。皆さんがここまでなんでしょうね、もうがっつりしてるっていうのは見たことないかもしれないです。ここまでダークじゃないですけども、オラオラ系というかイケイケ系というか、はぁ、ここのガールちゃんかっこよ。
ごいわー、すごいわー。はぁー、いけすぎじゃないですか、ちょっと。全部が。おお。おお。ここまでこう髪を振り乱しても、私たちの19キッシュってなる。ちょっと読めないけども。かっこいいラストのこの色味も。キッチュ。わーお、名曲。でも4月にもあるわけですもんね、カムバックがね。そう考えるともう、アイブちゃんたちの楽曲ってやっぱりどう、厳選されためちゃくちゃいい曲しかないというイメージなんですよね。だからこうアルバムというか EP ですかね、シングルのやつ聞いてても数曲しか入ってないことにいつもこのジレッタさというか、うわいい曲だからっていう、でも2曲とか3曲みたいな感じじゃないですか。そこがまたでもなんかかっこいいですよね。本当にいい曲しか出さないっていう、まあいい曲しか出さないというか、出てくる曲はもちろんいい曲なんですけれども、ただこう客観的にこう聞いてて、うわめっちゃいい曲やんっていう曲しかないっていうのもすごいなと思いますし、そこまでのやっぱり こだわりを常に持って作られてるのがアイブちゃんたちなんだなっていうところですよね。うわこれはすごい曲できましたねというか、楽しみに待っていきたいところでございます。皆様の感想もぜひぜひ下のコメントなんかいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。せい。